別府プを置いた毎日マラソン初マラソンで優勝した西山雄介選手のフォームの解説です西山選手の強みは腕振りこの肩の筋肉の三角筋がねくっきり見えてますねこの肩のパワーで腕を振るタイプです でも腕振りも肩が上がると、ね、力が逃げてパワーがロスするしその逃げたパワーに振り回されてブレるので最悪なんですね。西山選手は高、ね、3で全国、まあ、高校駅伝の1区区間賞を取ったんですがでその時ね強力な腕振りと、ね、ブレない体幹がバッチリはまってたんですね。でも、ね、大学以降は、ね、肩も上がりがちで結果も安定しなくなっていきました。あれから10年近く経って肩も上ががず鋭い腕振りが戻り戻ましたね。 腕振りでね、推進力を埋めるから、足を最後まで残せるわけです、ね。最後までペースを維持して、ラスト勝負もね、今回、自分で決めに来きましたよね。このフォームはね、フルマラソン向きのフォームですね。はいでは、このチャンネルではこんな感じで選手のフォーム、解説をしています。ぜひチャンネル登録もお願いします。